てんぐ。ということで、はい、てんぐですけども、ポケモンクリスタルをやっていきたいと思います。いぶきの前にやってまいりました。今回はこいつを倒して、8つ目のバッジゲットしたいと思います。一応ポケモンの状態確認いたしましょうか。まあまあいけるかな。多分ね、こいつ予想なんだけど、白龍と、あとはキングドラがいたと思うんだよね。だから多分そんな強くない3体かそこらだと思うんで、ポケモンいけると思います。私は息吹、世界で一番のドラゴン使いよ。え？嘘こけよお前。実力もポケモンリーグしてんのだって、負けてないわよ。どう？それでも戦うの？そう、わかったわ。じゃあ始めましょう。私もジムリーダーとして全力で相手してあげる。これが最後ですからね。こいつ勝てば、次はリーグですからね。いや、ついにここまで来たか。おー、いいお姉さん。セクシー。4体か。あ、やっぱ白龍来たか。白龍、キングドラだったっけな。いや、そんな単純じゃないよな、さすがに。だとしたら弱すぎるもんな。で、多分これ電磁波と龍の怒り、いや、龍の息吹もやってくると思うんだよね。お、いいね、いいね。でもいける。出た戦法。その戦法マジでさ、嫌いな戦法なんだけど。まあ、何でも直しがこちらにはありますからね。なんとかしましょう、これで。よしよしよし。待って。見てていくよ。あ、違うわ。やっぱ俺が勘違いしてたっけか。そっか。60固定だと思ったんだよな。なんかの技と勘違いしてんのかな。違うか。まあ、一体撃破と。じゃあ次は白龍じゃない多分。やっぱそうだよね。なんかそんな気がしてきたんだけど。絶対白龍、キングドラだってきっとこれ。違うかな。だとしたらなんかでも笑っちゃうけどね。笑っちゃわない？だって。って。もうちょっとポケモン揃えろよっていう。ねえ。なんか、なんだ、例えばさ、まあ、あ、でもそうか、この当時あんまドラゴンタイプいないんだよね。今はほら、ガブリアスとかさ、いるけども。本当にそうだったわ。いや、当てたわけじゃない、してたわけじゃないんだよ。なんか、昔の記憶でうっすらそんなことが、そんな感じだったかなとも思ったけど、まさか当たると思わなかったんだよね。悲しいな、こいつ。弱くね？こんな弱いの？いいの、それで、四天王が。四天王がそれでいいの？めちゃくちゃ弱いじゃん。勝ちましたね、これね。はーい。あ、オーロラビーム覚えるんだ。よかった。ちょうど氷の技欲しかったんで。風起こしでしょ、どう考えても。まあ、オーロラビーム確か氷だよね。でもこいつタイプ一致ないからな。そんなにでもない。よし、来た。これ多分ドラゴンと水だと思うんだよね。鼻が伸びた今一瞬。あ、やっぱ氷か。いや、これ破壊光線でしょ、だから。あ、こいつやっぱ水と氷か。だったら電気効くんだったら電気の方がいいのか。でもこいつ、雨乞いって電気が威力上がるとかあったっけ。水、でもさ、コメ欄にあって、いや、死なねえだろ。あ、全然効かねえな。これさ、あの、コメ欄にあったんだけど、水降ってるから、炎の技の威力が下がってるっていうコメントがあったんですよ。つまり逆を言えば、水降ってれば、感電して、電気の威力上がるとかない？え、ちょっと待って、やめて。ちょっと待って、やめて。耐えて、無理だよな。これ厄介だぞ、正直。ギャラクレワンチャンあるぞ、でもこれ。ギャラクレさ、水属性だし、波乗り効かないから暴れるでやれんじゃね、これ。ギャラクレワンチャンあるぞ、これ。暴れる無双ワンチャンあるな。ほら、いける。そこのダメージで使うってもったいなくね。絶対もったいないって。いけるぞ。大丈夫、効かないから。で、今ちょうどフリーアンだから、これ悪くないよ。いいよ、いいよ。どれくらい？あ、全然食らわないやん。で、混乱してるけど、この混乱が、あららららららら。まあ、回復アイテムはあるから大丈夫。大丈夫。溶けた、ナイス。あと2ターンぐらいで倒れてくれたら嬉しいけど。あー、煙幕厄介だな。でも煙幕逆に混乱しないようになるっていう、そのチャンスかもしんないぜ。当たったけど。効果、あ、
あーマジか。あ、でもこいつやっぱ使ってこないわ。1個だけなんだ。よしよし、いいね。これ勝ちましたね、つまり。はい、あとはこれが成功すれば、よし、確定勝ち。イエーイ。確定勝ちなんだ。勝ち確定だろ、逆だろ。この私が負けるなんて信じられない。何かの間違いよ。どんだけ自信過剰なんだよこいつ。私は認めないわ。負けて言うのもなんだけど、あなたの考え方じゃポケモンリーグに挑戦なんて無理よ。そうだわ、このポケモンジムの裏に竜の穴と呼ばれる場所があるの。中央に祠があるからそこへ行きなさい。もしそこであなたが甘い考えを変えられたなら、ジムバッジを渡すにふさわしいトレーナーとして認めてあげるわ。なんで上から目線なの、負けてるのに。で、ここの裏だよね。確かさ、ここの裏さ、待って待って待って、何が出てくる？いるかな、ミニリュウとか。コイキング？あ、コイキングか。いや、目の動きがグロい。あ、コイキング19レベル出てくるんだ。いっそのことさ、ここでさ、コイキング捕まえてさ、でさ、ギャラドスにしてさ、そんでさ、渦潮とかおべちゃったらさ、ワンチャンあるんじゃね？こいつか。噛んだね。長老様も、きっと、お許しになるだろう。どうぞお通りくださいまし。はーい、きたー、竜の穴。うわー、 BGM すげー。はーい、トレーナーなんかいたっけここ。貴様何者だ、勝手に入ってくるな。トレーナーいたっけここ、いなかったよね確か、近隣だと。なんでトレーナー増えてんだよ、やめてくれよマジで。いや、めんどくせえな。竜だけに白竜ってか、なんなんだよその親が、なんなんだよもはや。もう余裕ですよこれ。オーロラビーム元い破壊光線覚えたからね。ほら、これ破壊光線だからね、ほんとに。これ、ワンパンだろ。ほら、あー、マジで。なんでしか巻きつくとか弱っちい技なんだよ。あ、そうそうそう。そういえば、マイク直ったんですけど、録画ソフト変えたんですよ。録画ソフトのせいだったかもしんない、これ。録画ソフト変えたら、なんか、プツプツしなくなったんでね。今の録画ソフトは、ダメかもしれませんね。よかったよかった。まあそれだったら全然いいんだけどね。強い、強いでしょ。さあこっちかな。これ何、リゾチウム。なんだっけリゾチウムって、何に入ってんのかな。ブロメヘクシンは風邪薬なんだよね。タウリンはデーなんだよね。あ、いるわこれさ。多分さ、ミニリュウ出てくると思うんだよね。捕まえたいよね。待って、こんなところまで入ってきちゃダメじゃない、お前がな。俺のセリフだからそれ。今何時だと思ってんだよ。土曜の10時18分だと。あー出た、こっちのタイプか、水タイプか。詐欺だよねこれ。まあオーロラビームでやるか。いや倒せんのか。そんなにオーロラビーム強くないんだよね。冷凍ビームの介護官だから。冷凍ビームビールってなんだよね。そんな強くないよね。あ、これはあれだな、コイルーのがいいな。ね、ユミコちゃんか、かわいい名前してんな、ベイビー。なんだそれ、何言ってんだよ。電気ショック、ビリ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 。うわー、あれ今抜群だった。抜群だよね。なんか抜群の音してなかった気がしたんだけど、気のせいか。オッケー、そして次はシードラ、いけるね。これシードラ系出てくるか、白竜系出てくるかがいまいちわかんないから難しいよね。ちょっと待って、滝登り強いんだけど大丈夫か。まあ、シードラ系だったら全然いけるからコイルーでいいんだけど。うわ耐えた、マジか。ソニックブーム、あっあっふっ。まあ、耐えないよね。コイルー弱いな。よし、ここで噴火してとかにするか。あえてレベル上がるでしょこれで。上がるね。電光石火あるじゃん。これで一発だ。電光石火強いからね。最強だよね。ほら来た。よしよし。いいね。よし。勝ちました。いやーん、負けちゃった。いやーん、やめてーって感じ。やかましいな。あれ、双子がいるぞ、双子。いたっけこんなにトレーナー。あんま記憶ないんだけど、マジで。いや、絶対いなかったと思うんだよな。こんなに。なんで子供がこんな時間にこんなとこにいんの。まあブーメランなんだけどね。だって多分主人公10歳とかでしょきっと。数
完全にブーメランなんだけど、まあ、行ってみようか。よし。双子ちゃんこれね、あ、うつしおやっぱ使うんだ。うつしおか。コイキング進化させた方が早いかな。でも16とかなんだよな。水分はな、ダメだしな。うつしおポイントちょっと悩ましいぞ、これ。戦っていこうか。知らない人です。なんなんだよ。逆になんで君らそこにいんの？あ、そっかそっか。これ二人で戦うのか。あ、これミニリュウとミニリュウかな。そんな感じだったらいいんだけどな。弱いから。理由、弱いから。よいしょ。オーケー。よし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 。まあ、弱いからね、ミニリュウね。経験値は500。まあまあかな。で、ミニリュウか。まあ、ミニリュウ、ミニリュウだったら全然ね、弱いからね。よいしょー、オッケー。なんかね、犬が吠えてますね、うちの犬がね。やめてほしいですね。多分マイク拾うからな。痛いですー。マイク拾うからな。やめて。PP マックスか。どうしよう、ここでちょっとドラゴン系捕まえる？いっそのことさ、ミニリュウ捕まえるか。多分さ、あ、ない。嘘だろ。え、待って。いい釣り竿なかったっけ？釣れないだろ、そりゃ。マジで？なかったっけ？来た。え、これ、ボロだと多分あれだよね。コイキングだけだよね、きっとね。やばくね？だよね。これ釣れないよな。5だよな、しかも。10か。これはちょっと厳しいな。カエルの子あたりに渦潮でも覚えさせるか。渦潮って結局なんかすぐなくなったよね。その、あれ、ほら、弱すぎるからかな。うずしおすぐ消えたよね。ああ、やっぱ覚えるんだ。じゃ、こいつに覚えさせるか。なんか消せる技あったかな。催眠術いらないかな。だって当たんねえんだもん、催眠術。消すか。もったいないかな。雨乞いは使えるもんな。霊パン、あ、もしく、あ、そうか、わかった。霊パン消すか。霊パンってさ、変えるんで、霊パン消して、うずしおここで覚えさせるのをやめて、で、あれだね。忘れ親父使えば全然消せるんで。これでいいね。よし。じゃあこれで。よいしょ。いや、波乗りやんけ、音が。まあ、そうなんだけど、当たり前なんだけど。ここにあるんだっけ？あれ？どうせコイキングでしょ？もうわかるよ。ここだよね。こん中？こん中でいいの？何これ？なんだこんな、こんなあったっけ？いや、ないよ、こんなの、クリスタル。ふむ、よく来たの。なーに、心配するでない。何も言わなくても分かっておる。いぶきのやつに言われて、この祠まで来たのじゃろ。あの娘にも困ったものじゃ。まあ、お主には申し訳ないが、少しばかり試させてもらうぞ。なーに、わしの質問に少し答えてもらうだけじゃよ。では行くぞ。お主にとってポケモンとは、どのような存在なのかな。友達。ポケモン勝負で勝つために必要なことは何かな？作戦。どんなポケモントレーナーと戦ってみたいと思う？強い人。ポケモンを育てるには知識だろ。強いポケモンと弱いポケモン。いや、強いの。なんだよ、ダメなのかよ。強いのダメなの？いやいや、強いのだろ。いや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 。おいおいおい、ジジイふざけてんのか。強いのだろ。じゃ、どっちもか。はぁ？関心って。今の気持ちを忘れなければ、ポケモンリーグに行っても、十分通用するじゃろう。ほんとかよ。あ、来たぞ。結果はどうかしら。聞くまでもないと思うけど、あなたでは無理だったでしょ？え、合格？そんな。嘘でしょ？わ、私だって、まだ認めてもらってないのに。こいつはなんか力を重んじそうだもんな。こりゃ、いぶき。このもの、技も心も見事なものじゃ。観念してさっさと、ライジングバッジを出さんか。さもないと、このことを渡るに言いつけると、渡るにはやっぱ叶わないんだな。わ、わかりましたわ。え、確かさ、あれだよね。金銀だとさ、なんか奥にさ、アイテムがあって、竜の牙だっけ？なんか竜の牙だかなんだかがあって、その竜の牙を持ってきたら、持ってきたやつか、なんかゲットしたら、こいつが勝手に来て、
なんか認めてあげるわみたいな感じじゃなかったっけ。確かこんな祠はなかったんだよね。俺の記憶正しければね、そんなんですよ。どんな敵でも登ることができる。あ、やった、ついに来たぞここまで。イエーイ。いぶきよ、お前になくてこのものにあるもの、よく考えることじゃ。力を求めてるんだろう多分こいつは。だから似てるかもね、あのライバルに。ここってなんか穴っぽいけど違うのか。よし、ライバル来なかったっけここに。あ、やっぱ来たよな。お待ちなさい。あ、違うわ。あ、そうだ、もらってないもんね、技マシン。今回悪かったわね。お詫びにこれをあげるわ。え、でもこいつもなんか反省してんだったらさ、多分近いうちに行ける気がする。竜の息吹出た出た出たよ。ポケモンリーグは知らない。若葉タウンか。あー、なるほど。東に行くとね、ポケモンリーグでも負けることは許さないからね。そうでないと負けた私が惨めになるでしょ。頑張りなさい。お前に言われなくてもな。さて、出ればいいのか。これってここから若葉タウンに行けばいいんだったら、うーわー、いいね、飛脚がいいね。よっ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 、マジで、ちょっと待って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 、嘘嘘嘘 嘘出るんだ。え、ちょっと待ってちょっと待って、出るの。え、こいつさ HP10、20あるよね。ちょっと待ってくれ、どうしよう。これはちょっと捕まえたいな。いやー、多分20あると思うけどな。ソニックブームでワンチャンないかな。で、でも普通に捕まえられるかな。まあこれで麻痺して出てくるんだ。いや、出てこないと思ってた。これちょっと捕まえようぜ。ワンチャン30レベルにして白竜もなくないし、スーパーボールで捕まるかな。さあお願いします。ですよね、まあ、そう人生甘くないよね。そうするとなかなか、ソニックブーム一発は耐えると思うんだよね。20以下ではないと思うんだよね。怖っ。あ、ここにあんのか。そうそう、これだよ。これをなんか持ってこいやお前みたいな感じだったと思うんだよ。これがここにあるのか。そうか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 。そうそうそう。竜、だからドラゴンタイプの技が上がるはずだから、これをね、持ってこいだったよ、絶対に。うん。まあ、金銀のね、記憶だとね。ちょっと待って、もういないわけ、ミニ竜は。辛すぎないそれ。なんだよ、マジでさ。それないよな。病むんだけど、心が。ちょっと待って、ワンチャンあるかもしんないぞ、これ。ミニ竜来い来い来い。コイキングが来たよね。コイだけに。なんだ？宇津木博士だ。もしもしカエルテンちゃん、渡したいものがあるんだ。ちょっと研究所に戻ってくれないかな。あ、来てくれないかなか。じゃあよろしくね。何渡したいものって。あれじゃねえか。なんだっけ、なんかね、チケットじゃなかったっけ、船の。クチバシティのさ、サントアンヌ号がなんたらかんたらみたいな。確かそんな話があったような、なかったような。そんな記憶があるけど、もういらないよ。よし、若葉タウン帰ろうぜ。懐かしの若葉タウンへ、レッツゴー。ウェーイ、帰ってきました。で、ここの東、まあ、右側からね、波を乗ればいいんですね。どうした、おっさん。やあ、カエルテンちゃん。君のおかげで、研究もはかどっているよ。あ、マスボか。マスボか。え、マスボだったっけ。そうなの？僕より君の方が使えるからね。マスボだったっけ？マジで？でもさ、あれだよね。ルギアとか鳳凰ってさ、このゲームいるの？さあ、行こうか。関東、あ、違うか。え、この先に関東入るんだっけ？石英高原って関東だっけ？間だっけ？ちょっとあんま覚えてないんだけど。あ、そうだよね。多分これ関東だよね。ついに関東上陸か？これもしかして。そうだな。ポケモンは噴火してにしてみようか。ちょっとね、レベル40以下だときついと思うけど。いや、もう上陸前にやめて、どうせ目のクラゲでしょ。上陸！来たー！おい！君は今、関東地方への第一歩を踏み出した。なんだったらタウンマップで確認してごらん。オッケー、見てみようか。うえー
で、ここだよね。あ、違う、ここだよね。ここに行くんだよね。よし、ついにここまで来た。長かった。パート数で言うと24ぐらいか。まあまあ長いな。やり込んだからね。で、これが何、何あ、なんだこれ。マジかよ。滝登んのか。でもさ、滝登りってさ、まあ、ギャラクレだよね、イメージ的に。うん。波乗り最悪消してもよかったかもな。まあ、いっか。滝登りこれだ。滝登りでしょ。そうだよね。水分はちょっとな。水系の技より、あ、でも水系の技あっても、水分に、バブル光線より滝登りの方が威力あるじゃん。あ、でも待てよ。滝登りって、物理なのかな。え、それって見れたっけ？見れないよね、多分。突進だから、多分物理だと思うんだよね。やっぱそう考えたら、ギャラクレの方がいいような気がするな。ね。代わりに、噛みつくいらないだろう、どう見てもこれ。ちょっとね、秘伝2個ってのはあまり好ましくないんだが、まあ、仕方ないといえば仕方ないかな。ね。最悪忘れさせられるしね。波乗り忘れさせてもいいかもしんない。最悪。今の登り方何？あんな登り方すんの？やばいな、今の見た？あ、待てよ。ここにトサキントとかいるよね、確か。あ、やっぱり。こいつ捕まえればよかったな。失敗したな。あ、いるよね。そうだよね。あー、死ぬんだ。マジか。そんなつもりはなかったんだ。許してくれ。普通に生きるかなと思ったんだけど。ダメだったか。これ何の意味があんの？ここの、なんつうの、滝っていうか。絶対滝登りを、あー、仕方なく使わせただけでしょ。人が通るなんて、武者修行の途中、そうだよ。ある意味合ってるね。正しいと思います。はい。さあ。よいしょ。あー、わかった。こいつ確かあれだ。ダネーソーバナだわ、こいつ。いや、強っ！いいレベルしてるね。よーし、これは火炎車でしょ。ちょっとね、噴火してからレベル40ぐらい。いや、これね、多分45から50ぐらいないとね、ちょっとね、してるのきついと思うんだよ。だからね、ちょっとレベル、もうね、バシバシ上げなきゃ、あ、バナ出てきたわ。なんで最後に出したの？不思議層の方。うわぁ、相変わらずやっぱ不思議バナは可愛くないなぁ。だから使わなかったんだけどね。あんまり。不思議層までは可愛いんだけどね。なんか好みじゃないんだよね。皆さんには申し訳ないけど。あ、そんな巨体で乗ってきたら潰れるから。よし、炎のパンチ。なんとなくね。これ多分ね、火炎車の方が絶対威力あるんだよね。お、いい経験値してんね。で、不思議層かな？やっぱりね。不思議層は弱いからね。ほら、やっぱ不思議層の方が可愛いよな。だから、とどめときたいんで、俺は。あれだな、レッツゴーピカチュウとかではそうしとこうかな。だって不思議層が歩いた方が絶対可愛いじゃん。でもネタ的に進化の方がいいかな。悩ましいな。まあいいや、はい。余裕でしたね。強いんだ。強いよ。俺は強いよ。つってね。弱い先生もいたけどね。なんだあんた。ひょひょひょ、ポケモン連れてどこ行くんじゃ。ポケモンリンクか。勝ち抜けるほど強い絆を持ってるのか。あー、いいね。な、なにこれ、なにこれ。これさ、あれじゃない？恩返しじゃないか、多分、これ。絶対そうだろ。砂嵐、全然ちげえじゃん。なにそれ。え、懐いてるんだったら恩返しをやろうじゃないの？砂嵐って何なの？謎すぎないか。よくわからないぞ、おばちゃん。何が出てくるかな？一応見ておこうか。ですよね。あ、いっぱいいるな。よし、じゃあ今回はこの辺でちょっと終わろうかな。次回はついに、石英高原へ向けて進みたいと思います。よければチャンネル登録、高評価お待ちしております。お疲れ様でした。さよなら。